どうぞこちらへお進みくださいませ。こちらはメインボデー橋内自動溶接ラインでございます。展示はロボットの変遷をご覧いただくため、各時代の代表的なロボットを配置しております。左側ではフォードアのカローラ、右側ではプリウスの溶接を行っております。1960年代までの増し打ち工程では、ポータブルスポット溶接機を用いて手作業で溶接を行っておりました。1970年代に油圧駆動のロボットを導入し、1970年代後半からロボットの台数は急増していきました。1980年代に入ると電動式溶接ロボットを導入し、作業速度、精度、信頼性が向上していきました。そして1985年にトヨタ専用ロボットを開発します。ボデー組み付けラインの縮小をし、さまざまな車種の生産が可能となりました。このようにトヨタでは時代やお客様の要望に合わせ溶接ラインを変化させてきました。現在は2050年までに車を作る時の CO2 排出ゼロを目指しています。こうして溶接されたボデーにドアやフードを組み付け、塗装工程へ送ります。どうぞこちらへお進みくださいませ。